昔々あるところに、もちこさんという女の子が住んでいました。もちこさんはチタガお誕生日です。自分の経営する模型店を貸し切って、お誕生日パーティーを開催する予定です。もちこさんはパーティーを盛り上げるために、一生懸命ケーキを作り、飾り付けをしました。そして、準備万端で、お誕生日当日を迎えました。おめでとう、もちこさん。ありがとう、みんな。もちこさんは自分で自分にお祝いの言葉を伝え、一人でクラッカーを鳴らし、一人でケーキを食べました。会場にはもちこさんの他には誰もいません。そうです。もちこさんにはお誕生日を祝ってくれるような、現実の家族も友達もいなかったのです。でも、寂しくなんてありません。お宅のもちこさんには、イマジナリーファミリーとイマジナリーフレンズがたくさんいたからです。架空の素敵なキャラクターたちは、みんなもちこさんのことが大好きでした。もちこさんもみんなのことが大好きでした。彼らは現実の人間のような、めんどくさいことはいません。もちこさんのことを、裏切ったり、いじめたりしてきません。ただ純粋にもちこさんのことが好きで、もちこさんのお誕生日をお祝いしてくれます。現実の人間なんて、私には必要ない。この子たちがいれば、それでいい。私は世界で一番幸せなんだ。もちこさんは自分にそう、言い聞かせます。そして、架空の家族や友達たちと、特別な今日という日を、とてもとても、楽しく過ごしました。めでたし、めでたし。